昭和初期のノロノロは、琉球神道における女性の祭祀、神官、府、地域の祭祀を取り仕切り、歌器の祭祀を司る、ヌールヌルとも発音される。琉球王国の再生一致による宗教支配の手段として、古琉球由来の信仰をもとに整備されて、王国各地に配置された、民間の巫女であるユタとは異なる。琉球王国の第二直し王朝の、 第三代国王、昇神王時代に制定された神職。琉球神道は、アニミズムと、それ信仰を基本とするもので、海の彼方のイカ家内と天空のおぼつかぐらの、高い概念を想定する。これらの高いに太陽神をはじめとする多数の神がおり、また、長者の魂も死後に二雷家内にわたって、肉神の死後神になるとされる。こうした神々は、時を定めて、 現世を訪れて、法上をもたらし、人々を災難から守護すると考えられている。宗教概念上、ノロはこれら琉球の神々と交信することのできる存在であり、また、祭祀の間はその身に神を表意し、神そのものになる存在とされている。そのため、ノロは、新人とも呼ばれる。ノロは、しばしば、御事と訳されることがあるが、ノロは、 現在、本土で見られる神道の巫女に、イメージされる神主の補佐役や雑務役ではなく、祭司そのものである。民族学では、ノロの当て字がされるが、これは、男の符を意味する、宿の女という表意になる。これは、ノロの性格が本土でいう巫女よりも、男性神職に近いためであろう。なお神と交信し、神を表意させることができるのは女性に限定されているため、 新官であるノロはすべて女性である。なお、婚姻に制限はなく、むしろ既婚者がつくことも多い。現代に残るノロのほとんどが、年配の女性もしくは老女であるが、琉球王国時代は、王族や、ア味他有力者の妻か娘が、ノロ職につくことも多く、ノロ職のまま婚姻することも多くあった。ノロは原則として世襲制で、ノロ殿地と呼ばれる家系から出る。 これらの多くは、琉球王国時代に王府より任命されたもので、もともとは各地域の有力味の肉親と考えられている。これは、琉球神道の背景にあるおなり神信仰に由来すると考えられる。新たなノロの就任にあたっては、久高島の遺財法に代表されるように、それぞれの地域で認証儀礼が設けられているケースが確認できる。また、ユタのように、 カンダーリーと呼ばれる原因不明の体調不良といった不病、夢の刑事などにより、ノロに選ばれる例も見られる。王国時代には、ノロの任命継承が不与などにより順当に行われなかった場合に、そうした形で近親者から後継者が選ばれた例がある。また、現在の下高島では、こうした霊感の強い人物を断絶したノロの後継者として選ぶということが行われている。 ノロは原則として修正職であるが、現在の九高島では、九高ノロと外間ロ以外の新人には引退二例がある。また、三代後に霊格である霊威が引き継がれると考えられている。ノロは、法上を願い、最悪を払い、祖先を迎え、法上を祝うといった時期ごとにある数多くの祭祀を行うことと、その祭祀において神を憑依させるよりしろとなることが、 存在意義であるため、これといった戒律や経典はなく、他の宗教のように大衆に啓蒙すべき神の教えといったものもない。また、偶像崇拝はしない。宇多たにある、いび石などが身体として崇拝される例が多く、見られるが、これはあくまで、いわゆる、よりしろに対する損数である。特に諸女性は問われないが、既婚か独身か、年齢要件などは、現在も確認される。 王国最高位のノロである、聞こいの大君の二代目までが生涯独身であったことや、聞こいの大君以前からの由緒あるノロである、アオリや恵み色が生涯独身だったという記録もあり、原始的には、諸女,女性が要求されたと考える説もある。ノロに決まった服装はないが、竜装もしくは、和装の着流しの白装束であることが多い。また、草の冠などの草装も見られ、 そうした行の装束は神が表意していることを意味している。これは世界の各地のアニミズムで共通して見られる特徴である。また、送信具として曲がたまを身につけることも多い。琉球王国は第一直し王党の時にすでに首里のスケシカサ、逆サという祭祀と国神地方由来の煽りや恵みという祭祀を最高位とする再生一致を行ってはいたが、 当時は、まだ各地域の新序体制は階層化されていなかったと、される。第二の青潮朝の昇神王の地政に、全国の新序体制を整理し、琉球新党と統治機構を一体化した全国的な再生一致体制を確立した。ノロという古称はその時に、新職の正式名称として制定されたものだが、 祭祀制度そのものはその時初めて制定されたものではなく、以前から各地域に女性の祭祀がおり、各地域の祭祀を司っていたと考えられている。なお、神王は、すでにあったこれらを整備し、中央集権的に改装化したのである。なお、ノロにあたる女性の祭祀を、八重山では、司と呼称する。また、これら新職者は総称として便宜上、神女と、 通称される。これは、昇進王代に、全国のノロの頂点として制定されたのが、豊武世だ、過去の異名を持つ聞こえの大君だった。聞こえの大君は、琉球国王を守護する国王のおなり神であり、王国を守護し、法上をもたらす神とされた。事実、初代の聞こえの大君は、昇進王の妹である。それまで、 国王に仕える信女の権威は国王を上回るようになっており、昇進王の即位についても、母、おぎやかが高級信女と結託して、暴力を巡らしたダメだったという逸話も残っている。こうした国王と信官の権力関係も、昇進王の時代に改められ、聞こえの大君職は、権力として国王の会に置かれている。聞こえの大君は、 王家の女性から選ばれ、首里城内の銃のうたと最上温武を手のひら下し全国のノロたちを支配していたが、ノロへの任命事例は国王から発せられていた。これは制度的にはあくまで国王が新女組織を支配していたことを示すものと考えられている。聞こえの大群の下には、それ以前からの有力な仮民女である、あおりやめぐみ、すけしかさなどの君や、 首里の三間切りをそれぞれ手の開くだする三人のダイア母史郎霊がおり、その下に各地方を統括するダイア母たち、さらにその下に各地域の祭祀を管轄するノロを拝するヒエラルキーを形成していた。なお、高級信条たちを総じて三十三君と呼んでいた。そのほとんどは首里に在住し、王家と何らかの血縁関係にあったと考えられている。 当時のノロは領地を認められた一種の地方、大名だった。また、犯罪などの問題があった場合に、一種の申請裁判を行った記録もあり、信仰を背景に地域自治にも大きな権能を有していたことが推察される。このように一時期は、国王の任命も左右するほど権勢を誇った信入体制であったが、薩摩信仰を受けた。 羽地長州やサイオンの改革により17世紀中頃弱体化、境外化され、王府内のほとんどの高級新女職は1600年代に廃色された。ちなみに、この時期に残った33君は、亡き人の青リや、恵ぐみ、伊部屋のダイや母、久米島の君イの3色のみで、いずれも種類に上がらない、地方在住のノロである。その後も、各地域のノロ食は、 存続を続けたとみられ、多くが現在まで各地域に残っている。現在、33君にあたる高級新所では、久米島の君南風色が、久米島最高位のノロとして存続している。聞こえの大君色は、王国滅亡後も長く存続し、太平洋戦争中の1944年に、就任した第18代、思えと金、大主を最後に、 大戦後に敗色となった。その後、新人の中に、聞こえの大君を自称する者が何人か現れるようになったため、直家の第23代当主、章守は、地元の要請を受け、自称の混乱を避けるため、東京で直家の妻子に携わってきた、旧王族女性を、第19代、第20代と位置づけ、のつ子を 沖縄で行われる祭儀に聞こえの体君として派遣することとした。のつ慶子の没後は、娘の正牧が役割を引き継ぎ、第21代聞こえの体君としての就任の挨拶を行い、正式には就任式を経て拝命となりますので、それまでの間、臨時聞こえの体君として祭祀を勉強させていただいておりますと述べている。ありがとうございます。